生卵は食わない、もう僕は火の通ってないものなんか食わないから。どっかの蛮族のね、やつらとは違うから。生で食うとかさ、しらすとほうれん草のおひたしです。納豆朝食ったっけ？ああ、ウインナー食えなくなったわ。これ高級ホテルでお前こんなもん出てくるの？いいよこれ。火は通しすぎるということはない。ちょっと待って、これ確認しよう。そんなことより。おかゆも確認しないともう忙しいな。もういきますよ。うお、おかゆだ。で、水がすごい浮いてるよ。あ、ちょっと待って、こっちのガスが切れた。おお。でもこれ成功じゃない？これおかゆはね。ちょっと待って、ガスが切れて忙しいな、もう。マルチタスク。これめっちゃ熱いよ。大丈夫？これちょっと待って、もう忙しいんだって今。話しかけないで。特別ちゃんと。忙しいから今ちょっと。もう一個お皿作らないと。でおかゆに納豆なんか乗せれないじゃん。
これ卵焼きの皿。で、ちょっと待って、これでこれをぬちまわしをもう入れとく、先に。指で触るとちょっとあれかな。塩なんかでもね、あの雑菌なんかつかないでしょ。よいしょっと。おかゆを入れよう。すごい量だな、これ。本当にすごい量になってるね。これしかも保温しちゃいけないんでしょ。うわ、やべえ量になってるよ。まだなんかこれの2倍ぐらいあるよ。どうやって保温するの。一回で食い切らなきゃいけないってこと、これ。まさか。冷凍なんかしないっつってんよ、あんなもん。ね。なもんねえよ、冷凍庫なんて。そんなもんがあったら、あれだよ。